北から見たウタント島。背後の橋は、ウィリアムズバーグ橋。ウ、タント島、正式名称ベルモント島は、ニューヨーク市マンハッタン区の中で最小の島である。この小さな人工島は、面積3061メートルで、イースト側のルーズベルト島のすぐ南に位置している。マンハッタン42丁目の国際連合本部ビルと、クイーンズクロングアイランドシティのガントリープラザステート、 パークの中間あたりに位置し、法的にはマンハッタン区及びニューヨーク軍の領域である。この小島はニューヨーク市公園、保養局によって管理されており、耳姫の小集団などの渡り鳥のための自然保護区となっている。一般の侵入は禁止されている。周囲の岩礁はストライプドバス釣りの名所となっている。クライスラービルと国際連合本部ビルと共に、 1890年代、ウィリアム・スタインウェイは、イースト川の港にマンハッタン島と彼の名を冠する、カンパニータウンである、スタインウェイ・ビレッジ、現在のアストリアをつなぐためのトローリー用トンネルを建設した。建設工事中、マン王防岩礁として知られる、河口岩層の掘削によって生じた土砂から、埋め立て地の島が作られた。スタインウェイは、竣工前に高いし、 投資家のオーガスト・ベルモント・ジュニアによってこのプロジェクトは1907年に完了した。この出資者の名前からベルモント島が法的な正式名称となった。こうして完成したスタインウェイトンネルはニューヨーク市地下鉄 IRT フラッシング線が現在でも走っている。このトンネルはウタント島の真下を通っている。1977年、この島は国連の平和瞑想と呼ばれるグループ。 国連本部の従業員及び国連の異教徒官牧師を務めた指導者主理、人務医の信奉者たちによって取得された。彼らはこの小島をニューヨーク州から借り受け、表面を緑化し、非公式に人務医の友達で国際連合事務総長であったウタントの名前に改名した。この名前は非公式のものではあるが、一般にはこの名前で知られるようになった。この場所には、 ウタントの私物を保存するための金属製の彫刻一体性のアーチが設置されている。1999年、ニューヨークタイムズマガジンは芸術品を21世紀の間保管するタイムカプセルのデザインの国際設計競技を主催、建築家のカプレス、ジェファーソン・ケイプルズ・ジェファーソンが徐々に分解してゆき30世紀になると、ちょうどタイムカプセルだけが残るような大理石のオベリスクを 提案した。2004年の共和党党大会の期間中、ニューヨーク市エリアの小島巡りを行っている、地元アーティストで映画制作者の EN、デューク・ライリーは、夜の闇の中、友達とボートでこの島に侵入し、この島を自身の統治国家として主権を主張し、2匹の電気うなぎが描かれた、長さ21フートの三角機を島のナビゲーション島に掲げた。 彼らがこの島から戻るときはすでに夜が明けており、彼らはアメリカ沿岸警備隊に拘束されたが、逮捕はされなかった。この事件の全貌はベルモントアイランドというタイトルのライリーによる動画に収められている。ありがとうございます。